はい、それではこの動画から実際にインファーナックス実況プレイ始めていきます。前置き動画の方で少し触れたんですけれども、このゲームね、なんかグロテスクなシーンとかが結構あったりするみたいなんで、その 2D のねドット絵のゲームなんですけれども、まあ、そういうのが苦手だっていう方は少し名前決めるのか、気をつけて見ていただけたらいいのかなと思います。まあ、気をつけてみるってどうやって気をつけるんだって話はあるんですけどまあそれプラスね、結構久しぶりの、まあ、1人の 2D アクションゲームのゲーム実況のシリーズになるんで、そういった意味でちょっと僕の中で謎のね緊張感が生まれたりはしてるんですけれども、いつも通りプレイできたらいいかなと思ってます。レイヤー9いきましょう。クラシックモード、これねちゃんと日本語化されてるんで、そのあたりめちゃありがたいですよね。まあパッと見その日本語も全然おかしくない気がするので、ストーリーの方も楽しめるんじゃないかなと思います。とりあえずクラシックモードの方が難しいってことなのかな。まあ、カジュアルモードにいつでも変更可能ってことを書いてありますけれども、変更せずにクリアすることを目指していきましょう。ムービーだ。激しい聖戦で疲れ果てた若き公爵レイヤー9が自分の国に戻ってきた。激しい聖戦、うん。しかしレイヤー9公爵、僕も公爵なんだ、まあ、夢にも思わなかったであろう。国を離れていた間何が起こったのかを。それはとある狂人が書いたすごい力が秘められたとされている、すごい力、謎の本のために起こった出来事。渋いなぁ、僕と正反対のいでたちをしてる気がする。男らしい。レイヤー級の冒険は終わりではなく新たな始まりを迎えるのであった。これ2とかじゃないですよね。なんか1があったみたいな空気が出てるんですけど、多分大丈夫ですよね。多分完全新作だと思うんですけど。おっ、いい感じ。ウーペル海辺。お、高いジャンプ。あ、もう始まってる。うわ、いいかもできるのはダブルジャンプとはできない。船に戻るパターン。あ、話しかけられる。ふう、本当に長い船旅だったね。あ、それだけ。わかりました。なんかそうですね、ゲームのねコントローラー使って Xbox のコントローラー使ってプレイしてます。なので X ボタンで攻撃で、さっき話しかけたのも、ん、うわ、早速もう死体が、あ、ゾンビ。結構当たり判定大きいかも、この棒の、なんだろう、四角い棒、四角い鉄がついた棒まあメイスなんでしょうけどね。ジャンプ、しゃがみもできるから、こういうちっちゃい虫はしゃがんで攻撃するっぽいかな。家がある。家、あ、お、鍵がかかっているな。なるほど、開くことがあるのか。早速こうレトロチックな音楽とともに始まってますけど、今のところ結構印象いいですあー、水入ったら死にそう。で、上が体力、あとマジックポイントとかもありますね。で、経験値あってコインのマークがあって、なるほど。よっ、敵に触れたらめちゃくちゃ返り血浴びてる。ん、あ、そういえばね、そうそう、このゲームいろいろ特徴的な、お、殺して、あ、これだ、これこれこれ、運命の選択、これ殺すか助けるをね、なんか選んで、なんていうか、それでストーリー分岐みたいなのがあるっぽいんですよね。よし、ここは助けてあげよう。殺してって頼んでるけど、ダメ、お願い、もう痛くて痛くて、あー、グロー。ボスだ、いけない。あ、いでで、え、なんか火吹いてる。めっちゃ体大きくなった。これ火吹くやつ。うわ、すげえ、上になんかいろんな人の死体が、ちょっと待って、これ大丈夫か。下がってくれる。あ、下がってくれる。あ、待って、右上にボスの体力って出てる。なんか2回で1つぐらい減ってるかな。あ、そうっぽい。さらば、成敗。うーわ、あー、すっごい。あ、やべ、一般人に見られた
今の一般人が、一般ピープルが見たら引いちゃうかな。あ、セーブポイントアップグレードとかもある。パワー、体力、マジックポイント。あー、これはパワーにしとこうか。シンプルにパワー。すごく震えてるアイコンが。これ経験値で強化していく。パワー2にするためには1750必要。結構遠そうだな。セーブしとこうか。あれ、なんだそのポーズ。マスク忘れた時みたいな。え、神にお祈りすれば戦いの痛みも嘘かのように吹っ飛ぶな。あ、そういうもん。あ、体力回復してセーブできるってことかな。 OK。 嘘みたいに吹っ飛んだらしい疲れが。目玉だ。お金とかもなんかちょいちょい出てるけど、あ、いっぱい出てる。あー、すごいって、なんだこの目玉、めっちゃお金持ってるな。よくわかんないけど、目玉にお金持ってるイメージあんまないけどな。早い幽霊。しかし基本的に全然強くない敵が。なんか左にも行けたけど右に行くか。だからちょっとその探索要素とかもある。え、すごいお金いっぱいもらえた。あるみたいですね。あ、だからこういうところとか、なんか高くジャンプできるようになるのかな、将来的に。そうなのかも。あー、ダルソフ郊外、マップの名前変わってた。あ、そのま、これまってなんだ。マップ切り替えたら敵が復活するタイプですね。だから一応そのレベル上げじゃないけど、経験値とかお金稼ぎしようと思ったらいける感じ。あ、でもなんだろう、違う敵結構出てくるな。ぴょんぴょん跳ねてる。いて、あれ、ちょっと待って、え、多分今初めてダメージ食らいましたよね。あれ、ちゃんと見てなかったな。体力2個減ってない？え、レイヤー級公爵って何？2回敵に当てたら死んじゃうのか。あいつがたまたま強かっただけとか、そういうこと。いや、嫌な予感がする。大丈夫か。 OK。 ちょっと怖くなってきた。なんか全然この敵強くないから楽勝だって思ったけど、その、いや、多分初めてダメージ食らったような気がするけどな。いきなりその2ダメージとかある？え、ガリラヤコウ、レイヤー級様、どうかお力をお貸しください。戦力が足りません。はい。お、え、何、槍投げてきた。あ、これな、ガードできんのか。何もしなくてもガードできる、強い。あ、ガリラヤコウ強いじゃん。聖戦お疲れ様でした。レイヤー級様がお戻りになった。ゲートを開けろ。様付けされてる。とにかく結構偉いみたいだな。全く見ましたか。本当にバチ当たりなやつらです。何がバチ当たりかよくわかんないけど、アップグレードはできなさそう。あれ、これ毎回そのポーズでひざまずいて神様にお祈りするんだ。そして毎回同じ言葉、戦いの痛みも嘘かのように吹っ飛ぶな。はい。レイヤー Q 様、無事で何よりです。ありがとうございます。ん、日が暮れるといつも化け物が襲ってきます。多分今夜が一番厳しいかと。信念を大切にしてください。特に今のような暗黒のご時世にはなおさら。とにかくなんか暗い時代みたいですね。お店があるっぽいけど、あ、ここでお金使うのかな。鍵かかってるわ。宿屋みたいなとこもある。これは、あ、あれかな、マジックポイントあるから魔法使い屋さんみたいなのがあんのかもね。ん？なんだ？雨が降り始めた。でっかい悪魔の影みたいなのが今一瞬見えましたけどね。縄文が危ない。はあ。なになに？なんかみんな急いでるけど。え、僕に何の挨拶もない。一番偉いはずなのに。いや、いいんだけど。ん？なんだ？うわ！兵たちが一瞬にしてミンチに。あ、そのやばいよそれ。あ、縦に裂けた全員。あれ、弱っ。うえ、最悪。よくすぐにその勝利ポーズ決められるな。おお、ご無事でしたか。
あ、ヘンリー神父。ヘンリー神父一体どういうことですか。公爵のおかげでダルソフはもう安全です。一応今夜はお休みください。明朝一緒に化け物狩りに参りましょう。ああ、え、ちょっと待って、なんかよくわかんない、展開が早いなそのこの世界に今何が起きてんだ。その狂人のなんか本がうんたらとかって言ったけど、化け物の痕跡が見つかりました。準備が整ったら私についてきてください。はい。あ、他の家も開いてる。あ、てか下も行けるぞ。おお。でもここの下の家はなんか閉まってるな。これ入るのは、あ、上のキーか。誰かいる。美男子のハンス。この世界の美男子、まあ、美男子といえば美男子、美男子、美男子ね。私はハンスです。まさか私のことを知りませんか。私は尊敬に値する、尊敬するに値するあのハンスです。とある組織に属してます。うん、当伴路で落ち合いましょう。私のように偉い人になりたければ。なるほど。なんだろう、なんか町の人に話しかけるといいことあんのかな。えいえいえい、攻撃と話しかけボタンが一緒なんでね。私の主人火山トゥー朝、火山トゥー頂かな、戻ってきてから狂人のようになりました。主人を助けてください。はい。ジュニビエーブ、なんか名前が変わってるな。うん、主人は下にある家にいます。クエストを引き受けた。ダルソフで突然繰り出した男性を助ける。なんかそういう多分サイドクエスト的な、この下の家ってことか。うん、狂い出した男性、火山トゥー、私の魂、闇に助けて。オッケー、成敗。何も起きない。これなんだ、なんかが封じられてる。火山トゥー、火山トゥーっていう場所があるっぽいですね。さっき言ってた火山トゥー頂、火山トゥー町。うん、ベールシャイア牙城はすぐそこです。めちゃくちゃマップの名前出てくる。あ、これ多分武器屋さんっぽい。おう、欲しいものがありましたら声かけてください。敵からのダメージを少し減らす。ポーションのスロットの数が1つ増える。ポーションまだ1個持ってないんだけど。あ、でも確かに鎖片びら欲しいかも。だって接触しただけでダメージ2だよ。4しかないのに体力ウーペルで一番いい。うん、宿屋さん。あ、いろんな人いるな。お釈迦お久しぶりですよ。仕事の関係でアルコスに行かなければならない。いろんな人がなんかクエストをくれる人。あ、これは旅のお供ですよね。ああ、無料で差し上げますので持って行ってください。あ、ありがとう。ポーションだって。体力回復できるのかな。あ、持ち物いっぱい。あ、これが何個持てるなるってことか。うん、骸骨の野郎がうちの父の墓場周りでさまよってるみたいです。うん、ジョセフィーヌ、これ多分おばあさんだと思うけど結構言葉遣い荒いな骸骨野郎もそこです。はい、町の人からいろんなこういうサイドクエストみたいなのが受けられるシステムみたいですね。あ、そうだ、これあ、やっぱ魔法、あ、呪文ね。魔法でも呪文でもいいけど、最大ライフが永久的に1増える。防御力が上昇する。あー、なるほど。何にしてもお金がいる。こういうゲームでよくありますけど、おそらく世界救おうとしてるのにお金がうんぬんとかって言わないでほしいってのはありますよね。了解だ。うん、お、呪文書か。いや違うな。意外と、なんだろう、探索要素的なもんがあるのか。あ、あれ、出口だと思ったら、なんか違うとこだった。うん、この箱の中には貧しい人たちへの義援金が入ってます。ゴールドを25個ほどお願いできますか。あー、こういうのってやっとくとなんか良かったりしますよね。うん、ありがとうございます。みんな公爵の慈悲深い心に感謝するはずです。なるほど。あ、え、あれ？な、冗談のつもりですか？出ちまったもんは仕方ねえなゴールドまで奪うとはどうしてです。あれ、違う、そういうつもりじゃなかったんだけど。いや、開くと思ってなかった、そもそも。
でも170も手に入った。どうしようかな。もらったもんはもう仕方ないから、鎖片びらだな。役に立てていこう。はい、じゃじゃん。貧しい人たちの義援金を奪って手に入れた防具は強いのかっていう、まあちょっとすでに、なんだろう、僕の方からしか見えない低評価の数がちょっと増えそうですけれども、いや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 、だってこれ今のはちょっとなんだろう、仕方ないっちゃ仕方ない。もうちょっと義援金集めた宝箱ねえかなとかって思ってうろうろしてみる。うん、まあでもちょっと先を進んでみようかな。